2月12日日曜日の全国の天気をお伝えします。まずは予想天気図から確認していきましょう。移動性高気圧に覆われて晴れて日差しが届くところが多くなります。ただ北日本は低気圧が通過することにより雪が降りやすい天気です。また大陸から前線が近づいてくることにより西から天気は下り坂となりそうです。では詳しく天気分布予想で確認していきましょう。オレンジ色の晴れのエリアが多くなり穏やかなお天気のところもありそうです。ただ北海道から東北の北部にかけては雪や雨が降りやすい天気です。雪解けにもお気をつけください。また西からだんだんと前線が近づいてくることによりお天気は下り坂です。夜は雨が降り出すところもありますのでお出かけ、お帰りが遅くなる方は雨具をお持ちください。では14時の気温予想も確認していきましょう。平年よりも気温が高めのところが多くなります。日差しが届くエリアではぬくもりを感じられそうです。以上全国の天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。